おはようございます、いつもマルキュー製品をご利用いただきありがとうございます。フィールドスタッフのグレマズです。アミパワーグレスペシャル、それが発売になりました。でこれを使ってですね、今日配合車を使って黒を狙いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ準備ができました。久しぶりの内深です。楽しみです。一投目いきます。よろしくお願いします。僕の場合頭取って餌が外れにくいようにこうやって鉄で止めます。足元から竿1本半ぐらいのところに鏡が伸びてます。でその手前にとりあえずコマセを、おっとなんか出てきたぞ。うわ、イスズミだ。なんだあれ。まあ行きます。そして仕掛けはですね、ちょっと先に入れます。来ましたね。なんだおお、どうとと、おっと、おっ、黒ですね。ひょっとしてお長ちゃんかな。ちっちゃいけど、ったい、えい、ちっちゃいお長が来ました。秋ですね。こんな感じです。まあ生だけでやる方も多いんですけど、その餌を変えたことにですね、パクって加えた魚が、まあ、吐きこぼした、まあ、そんな時にね、餌が残る残らないというのもあるんで、付け餌はいろいろ V9 のね、匂いがついたやつとか硬いやつ、むき身、そういうのがあるんで、まあ、こまめに交換、特に餌取りの多い時はですね、こまめに交換された方がいいと思います。でその日の当たり餌、その時間の当たり餌っていうのをですね、メインに使っていかれるといいと思います。なんだ、白いぞ。スズミでした。こっち向いて横に動き出した時にスーッと引いているですね。ガクな感じです。巻き餌を入れない状態でまず仕掛けを放っておきます。でちょっと間を置いて、すいません、巻き餌入れていきますね。でそれで様子を見たいと思います。でーん、なんとクロちゃんでした。ちょっとね、おならぐらっで少ないであげちゃいましたけど、先ほどよりもサイズアップ、ちょっと遠いところにいたんですかね。当たったね。今しました。グッ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 、30センチぐらいのですね、黒オナガグロですね、やってきてくれました。まあ、巻き餌もですね、まあ、浮きにかぶせたり浮きの近辺に巻いて流すっていうのは基本ですけど、こういった自分の巻いた餌に対して誰が一番今その餌を欲しがってるか、その人たちが多分一番強いです。でそこに黒の姿が見えないってことは、まあその流れ、今の場合もう流れてどこにあるのってわからないようなところで来たんですけど、まあ普通だったらですね、その日よかみであったり下であったり外であったり、その餌を中心にどこで捕食してるかっていうのをですね、探りながらやったらいいと思います。まあとりあえず30センチですけど
一匹来ちゃいましたありがとうございます頑張ります。ダン、また離れたとこで V9 の一人歩きで釣れちゃいましたまあ、ね、ちっちゃいのが湧いてきました。今ですね、さとりくんが元気になりまして、まあ魚が全体的にちっちゃくなってきましたこの水温が上がったんですかね、活性が良くなってきたようです。ただまあ外して黒がねちょっと釣れてるんですけど、サイズダウンですね。欲しいところです。40センチ頑張りますケーサーはですね、V9、今日は V9 あたりですね。どうしてもやっぱりマケーサーと話してっていうことが多いからですね。朝のサイズに戻ってきましたか。今ですね、さっきと同じです。大きめの潮が今差してきてるんで、そこに餌が効く前に、巻き餌が効く前に出ればと思ってやったのが今2回続きましたまあ何回続くかもうちょっとやってみます。狙い通りに黒が釣れましたけど、サイズが取らんのかな。もうそのラインじゃないってことですね、多分。今釣ってた場所がですね、あの潮がかぶってきたんで場所を移動しました。そう、さっきの場所じゃ32センチ、3センチそれぐらいかな。で、まあ、5を超え40近いのがねちょっと出せなかったんですけど、最後あと2時間ほどこの場所で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ほら、ほら黒が釣れましたほら、ちょっといいかな。伸びませんね、これから。早いな。ちょっとサイズアップでございます。おいしょ。あと口おもりを入れてですね、口おもりプラス、G5 2個流れの中にちょっと深い目をイメージしてやったら、少しサイズが上がって35センチくらいかな。で
は何みたいな。地形はですね、やっぱり今日の V9 でございます。何でしょうね、さっきからオキアミといろいろやってるんですけど、反応がいいですね。巻き餌と、なんだろう、ハードもいろいろやるんですけど、いいやつが来るのは V9 ばっかり。よかったです。おっと、うわなんだこら、これグルクンかなんかですか。続して、どこにおるんでしょう。サイズアップでございます。久々の、バラさないようになかなかサイズが出ませんが、ちょっとマシなのが来ました。よし、ちょっといいサイズが来ました。あー、いい口太グレが、グロが、クレが釣れました。やっぱり V9 です。今日一日ありがとうございました。まずですね、海の状況としては、30センチぐらいから35センチぐらいまでと、本当秋磯らしいですね、釣りになったんですけど、今回使用しました、アミパワーグレスペシャルとグレパワー V9、 この配合でですね、今日釣りをさせてもらったんですけど、思ったよりですね、しっかり混ぜなくていい、意外とささっと混ざってサクッとまとまって、まあ、そこそこ円筒も効くし、拡散性もあってですね、ものすごく使いやすかったです。これから寒くなっていく冬に向けてですね、いい感じのその開き方が寒グレにアピールするんじゃないかと思っています。ぜひこれから先のシーズン使ってみてください。今日一日ありがとうございました。